皆さんこんにちは。自然エネルギー財団ウェビナー。住宅建築物脱炭素化の最前線。欧米の専門家に聞く既存建築のエネルギー削減対策を始めます。私は本日の進行を務めます。自然エネルギー財団の西田優子と申します。これから1時間半、よろしくお願いいたします。まずはハウスキーピングから。 え本日は同時通訳をお願いしています。皆様の画面の下の方に地球マークの通訳ボタンがあると思います。えー、日本語、英語を選択してご利用ください。また質問がある時は Q&A ボタンから投稿していただきますようお願いいたします。す、え、べ、ー、ての質問にはおそらく答えるのは難しいかもしれませんが、えー、なるべくご対応したいと思っています。そして 講演資料ですが、英語の原本、そして日本語訳を財団のウェブページに掲載しておりますので、参考にしてください。それでは本題に入ります。今、国会で建築省エネ法の改正の審議が行われています。改正がされれば、日本でもようやく、ようやくすべての新築建築物が省エネ基準を満たさないと建築できない。 という適合義務化が始まりますしかしこれは建築分野の脱炭素化ということではやっとスタートラインに立ったという段階なのだと思いますまだまだこれからの道のりはな険しいと思っています特に既存の住宅建築物の対策はまだ検討すら十分に行われているとは言えないと思っています ただし世界を見渡すと実効性のある政策がもう既にスタートしているということが分かります。そこで、えー、今日取り上げたのが既存建築物に対する建物性能基準の導入義務化です。大変パワフルな政策であるということと同時に世界各国に適用可能な手法だと いいうこととが言えると思います脱炭素化に向けてマットなしの状況にある全ての国や地域で検討されることになる政策だというふうに思っています。本日はアメリカとヨーロッパから専門家をお招きしてじっくりお話を聞き日本の視点から質問や議論をしていきたいと思います。講演者をご紹介いたします。 まずアメリカ・ニューヨークからアダム・ヒンジさん。サステイナブル・エナジー・パートナーシップスのマネージング・ダイレクターでいらっしゃいます。長年建物のエネルギー効率化に関してさまざまな研究、コンサルティングをされてきておりまして、この分野の第一人者と言っていいと思います。私が東京都ににおりました時に C40 という大都市のネットワークでニューヨークやロサンゼルスシンガポールとの担当者と脱炭素化対策建物に関して比較検討を行っておりましたけれどもその時以来の頼れるアドバイザーでございますニューヨークは今深夜2時半なのですよねえー、っと睡眠時間を削ってしまって申し訳ないというところですがよろしくお願いいたします そしてもう一人はヨーロッパ今はベルギーにいらっしゃるということですがルイーズ・サンダーランドさんレギュラトリー・アシスタンス・プロジェクトのシニアアドバイザーでいらっしゃいます長年建築とエネルギーの分野で効率化持続可能性の実現に取り組まれています特に政策立案に密接に関わってきておられますので今日のテーマはぴったりだというふうに思います、えー、ベルギーは今8時半ですか え少し早いですけれども、よろしくお願いいたします。それでは、お二人にそれぞれアメリカ、ヨーロッパからのお話をいただきたいと思います。それでは、アダムさん、よろしくお願いします。ローイーズ、アダム。ありがとうございます。西田優子さん、ご紹介ありがとうございました。そうなんです。ニューヨークは真夜中、朝が早いと。 言いますかなんだかお疲れの様子であったら申し訳ありません。数ヶ月前にウェビナーのお声がけをいただいた時以前にも一緒に連携をして、2019年9月にイベントを行った続きでした。日本の専門家が国連気候関連の会合でニューヨークにお越しになった時に、ビルディング省エネ、 気候政策で日本の投資が参加をしたイベントを行って以来です日本の皆様あもうわざわざアメリカに来てくださっていましたが今日ご参加の方もいらっしゃるかと思います非常にタイムリーなイベントですアメリカでも2019年9月以降様々なことが起こっていまして同僚ヨーロッパのリース・サンダーランドも参加をしヨーロッパの視点を紹介してくれることを嬉しく思い出します スライドシェアをしてみたいと考えます。うまくいくといいのですが。皆様、スライド共有できていますか万が一問題があればお知らせください。まず、はじめにここに書いてあるタイトル、優子さんと相談をして話をしたかったのエネルギーパフォーマンススタンダード、米国の都市、 州におけるスタンダードですが建物だけでなく環境排出に関するものもありますがそのような話もしていきますそもそも建築物性能基準建築性能基準とは何かいくつか定義がこの文章に書いてあります IEA のために私も参加をしたものでしてエネルギーコードワーキンググループの活動が出したものです このスライドで重要な情報は、性能基準は所有者に対して一定のベンチマーク、ターゲットを達成することを要求いたします。ターゲット、レーティング、あるいは二酸化炭素、原単位、通常、これがメトリックス・オブ・メジャーと言われています。測定の指標、また複数のギアによって適合しなければなりません。段階的に、 厳格になっていく仕組みの場合もありますそれによって所有者があらかじめ設備投資のサイクルを考えることができます。即時の投資はしなくても、あらかじめ設備投資、いずれは解消するときに備えることができます。性能基準については、改修改装があるときだけではなく、建築プロセスがあるときだけではなく、 全建物が対象となる場合もあります。スライド動くでしょうか。性能基準とエネルギー高度はどのように異なるのか。ここで重要なポイントは、ほとんどの建物関連の実務者は、建物エネルギー高度の方が聞き慣れているかもしれません。性能基準はあまり聞き慣れないかもしれません。政策としては新しいタイプです。この表と次のものについて、これも。 IEA のビルディングエナジーコードワーキンググループのためのものでして、これは技術協力プログラムでエネルギー、ビル、コミュニティの活動です。ビジネスエネルギーコード、既存の建物のために提供するものです。ここで重要な点は、左の列、エネルギーコード。これについては既存の建築物のものでして、かなりの改修、大規模、 修繕に当たることもありますが、大体は一度のものであり、継続的なものを要求するものではありません。他方、性能基準右側の方については、ある意気地がエネルギー減単位等にありまして、場合によってはパフォーマンスレーティングに連動していきます。ルイースが後ほど少々の話をいたします。ヨーロッパにおけるエネルギー性能少々、米国においては任意の 大規模ビルのエナジースターレーティングがあります。重要なのはこれに基づいて所有者はシグナルを受けてある期日までに性能基準を達成しなければなりません。しばしばそれは期日が経過をするとより厳格になることがあります。その他の違いです。エナジー高度と性能基準で既存の建物について。 エネルギー高度の話はあまりいたしません。本日のフォーカスは性能基準だと考えますので、これによって大規模なエネルギー性能向上を必要とする場合があります。回収がなかったとしても大規模な性能向上が必要となることもあります。建築物のストックでこれまでと違うことをする必要があるかもしれません。また、長期的に厳格化をしていく場合に置いていく。 ついていてく必要があります課題としては比較的新しい政策であり、あまり成熟したポリシーはありませんので、不確実な点があります。業界の利害関係者は、追いついている段階です。比較的新しい政策であることから若干のリスクはあります。こちらは都市、州などで 建物性能基準で何らかのスタンダードがある場所ですが、このマップは定期的に変わります。西田優子さんと私とでニューヨークのイベントをしたとき、ニューヨークシティ、ワシントン D.C.、あと一二箇所だったかと思いますが、今十三に増えていまして、メリーランド州、コロラド州、デンバーがこの一二ヶ月直近で増えて ましたので常に変わっているマップですいずれもこの政策については議会を通って導入されていますが強制になるのは2024年ニューヨークシティでしてそれ以外の場所についてその後ですのでまだ強制にはなっていません。他にここから わかる情報は、インスティテュートフォーマーケット・トランソメーションが作ったものでして、リサーチ・アドバカシー・グループでワシントン DC を拠点としている団体ですが、私はボランタリー・チェアを理事会でしておりまして、これからご紹介するスライドは IMT、作成のものが含まれています。このように政策があるところだけではなく、関心が高まっています。 1>, 1月後半に米国のホワイトハウス、バイデン大統領、ハリス副大統領が新たな地方自治体の連合を立ち上げました。建物性能を高めるためであり、32の州都市がこれまでにコミットを表明しています。2024年、アースデイまでに何らかの規則、立法を建物性能基準として導入する、表明をしています。 この全米建物性能基準で号はサイトがありまして私のプレゼン資料の最後にリンクを貼ってありますのでよろしければより詳しい情報をご覧くださいこのマップで分かることはこちらの違うマップとも似ていますが建物性能基準はその他のエネルギー報告基準で以前から このような地域にあったものと連動しています。都市が多いのですが、州も検討しているところがありますが、大体は都市です。政策のリーダーシップを発揮していまして、いつからといえば2008年から2009年ぐらいからの動きです。トップはニューヨークシティ、ワシントン DC がベンチマーキング、透明性政策を導入したのがスタートで、毎年建物性能報告をしなければならない。 仕組みが始まりまりした建築物、エネルギー報告、またそれに関する開示を公開することを要求し始めました。一部の自治体ではエネルギー監査、オーディットも求めていますが、このマップと前のスライドの連合は同じようなところがプロットされています。 大事な話なので、ルイーズの後にまた話をしたいと考えていますが、ほとんどのベンチマーク透明性政策は、米国の任意のエナジースターポートフォリオマネージャーに依拠しています。報告ベンチマークシステムで25年前、EPA、 が導入したものですこのスターレーティングによりまして1から100というとても単純化したスコアがあります。エネルギーとか炭素とか床面積そのような古臭い数字ではなく1から100という単純化したスコアで1が一番悪い100が一番いいというスコアでまとめられましてそれでさまざまな 建物を比較可能にして、相対的にエネルギー効率がどのようなレベルであるかがわかるスコアが使われています。ここから若干まとめとして、BPS アメリカにあるものの主なクライテリアを紹介いたします。早い段階の三つもの、もう2019年が早めです。 3年ほど経過しています C と書いてあるなコマーシャル業務 MF というのはマルチファミリー集合住宅の略語ですアメリカだけが世界で床面積をメートルではなくフィートであってごめんなさいなんですが1万フィートはだい,い1000平米ほどでして最低面積 A としては1000平米から5000 平米でして他にもいくつか指標がありまして、先ほど2位のエナジースタースコアと言いました、1から100というスコアです。それがワシントン DC では根拠となっていて、ニューヨークシティボストン、メリーランド、年次の温暖化ガス排出が要求されていて、他の場所についてはエネルギー減単位が使われています。減単位は測り方が複数、アメリカでは使われています。 おおむねほとんどの場所で BPS を使っているところではサイトエネルギー減単位と言っています。これは二次的な減単位とも言えます。一次エネルギー減単位とは異なりまして、そちらの方はアメリカではソースエネルギー使用と言われています。一次イコールソースということで、すべての発電、送電で発生したロス。 などを図りましてサイトもしくは二次的といった場合には使用したエネルギーでありロスは含まれていません最初はニューヨークシティが2024年強制提供になりますここからもう少しシ主たるポリシーを紹介していきますニューヨークシティのロ このタイイムラインを作ってていいます上から見てくださいこの法が制定されましたのが3年前、2019年。そして最初の排出削減、2024年から制限が開始しまして20% 2 0ぐらいのプロパティがかばされています。ご覧くださいこれは詳細なものではなくて、様式化されていますけれども、大体こういうような分布になっていることが分かります。ある特定の 不動産タイプによって10種類あるわけですけれどもその制限が法律で定められています一番最悪のパフォーマンスをされしているのが20%ぐらいということになりますこれが改善をしなければいけない2024年までにしなければいけない2030年になりますとだいたい75%が必ず削減をしなければいけないということですご覧くださいいくつかはかなり大きな削減をしなければいけないことがわかります継続作業が今続く 受けておりまますすい開発が進んでいますこれ、えー、法律の中に細かく書かれておりますけれども、いくつかはまだルールメイキングによって最終化されなければいけないということで、ニューヨーク州のお建物課がアドバイザリーグループやワーキング,グループと一緒に作業を進めているんです。私も参加をしておりますけれども。これが今年末までにファイナライズされる予定です。2023年までに 本当は少し状況が違って、同じように、現、え、位、ー、のビミットを持っていく、さまざまな建物用途ごとにあるわけですけれども、この法律の中で、性を定めていますまず最初に2025年はどれぐらいの要求レベルがあるか、そして5年ごとに下がっていくわけです最終的にはゼロにはしていいくというのが20が2050年目的です。 ですから、えー、これはかなりエネルギアントな形で作られておりますけれども、こういうような法律において、コンプライアンスというのは、当然ながら例外も出てくるでしょう。1つ申し上げられるのは、ニューヨークの法律に関しては、一番大きなペナルティが関与していまして、罰金が268ドル、1トン排出ごとにということです、リミットを超えた場合ということで、結局、この リミットを超えた建物に関してはかなりの金額になる可能性があるということですこれ2030年までにと目指さなければいけない義務です最後はワシントン DC の建物エネルギー性能基準でありましてこれは1から100の正規化されたエネルギースタースコアですご覧くださいいくつかのグループサンプルの建物が示されています これらが全部少なくとも中央値までパフォーマンスを上げていかなければいけないということです。2026年までにエネルギースターのスコア、中央値を目指さなければいけません。青の部分はもうすでに中央値を超えているので、何もしなくても短期的にはいい。しかしながら、オレンジ色の建物に関してはパフォーマンスを上げていかなければいけないと思い,ます100っていうのがベストパフォーマンス とということになりますエナジースターのスコアは1が最悪ということです。ですから、中央値を黙っているところに関しては、改善を2026年までにしていかなければいけない。2026年になりますと、第2の性能サイクルが始まりますので、また、さらなる新しいターゲットが設けられることになります。このスライドは、ある私が作業した報告、アメリカン・カンセル・フォー・エナジー・ エフェシェィト・エコノミーのレポートをから取ったものなんですけれども、既に設置されている性能基準で、頂点と短所を示しております、メトリックスごとにです。一番大きな違いというのは、エネルギー消費減単位、これ、正規化をすることがエネルギースターで、その正規化のプロセスを通してやることもできますし、もしくは、平米あたりのエネルギースコア、もしくは GHG 排出量、いくつか大きな違いがあります。 エネルギー減退院はエネルギー効率性を力点を置いています。これが大きなメリットですけれども、GHG 排出量ですと、最終的な排出削減というところに焦点が与えられています。GHG の排出量はオフセットがあるかどうか、再生可能エネルギーのクレジットが認められているということになりますと、柔軟性がオーナーには高まることになりますけれども、そのマイナス点というのは、エネルギー効率、 オフセットが大きく使われることになりますと、十分それが進まない可能性がある、たって可能性があるということです。ニューヨークは GHG 排出量の全単位というのがメトリックとなっていますで。かなり幅広い最初から最初のコンプライアンスピリオまででアベラビリティが高いわけですけれども、再生可能アネルギーのクレジットがより使えるようになりますと、省エネの 改善というのが思ったほど進まない可能性があるということですまたいろんなリソースが都市向けに提供されています素晴らしいガイドブックが1年ほど前に出されましたアメリカンシティクライマットチャレンジが出したものでこれはブルームバーグのフィランソルフィーでお金が付いています様々なグループありますこのガイドブックが出されておりましてこれ都市関心があるところはこれを参照することができます既存の建物に対応する 内容ですけれども詳細は申し上げませんけれども様々な要素がここに書かれています例えば建物範囲を定める算定手法を選定してそしてターゲットを作ってコンプライアンスの執行の手法を決めていくということこういったところが重要な部分でありましょうもう一つ関心が高まっている部分というのが公平性の問題です気候 と一緒に公平性でですこここ数年間かなりりアメリカではこの関心が高まままってまいりました長期の不平等というのをどのように対応できるか、住宅価格が高すぎるということ、それぞれの地域においては建物性能基準を作ったところは、それを実施をしているところは、この公平性の問題にもかなり関心を持っています。 これが政策の中にどのように出てくるかっていうのはまだ確実性はないけれども重要性は多くの政策立案者にとって認識されているところです。最後にまとめます。ルイーズのプレゼンテーションそしてあとで議論の時間を取りたいと思っておりますけれどもインスティュートフォーマーケット・トランスフォーメーションではさらなるこの政策の詳細が出されておりますのでここではボストンのサマリーページだけ取り上げてみました。次のスライドにおいてはさまざまな資料を リストをしておりますインスティュートフォーマーケット・トランスフォーメーションはいくつかのリソースを提供しています。比較シートは先ほどのスライドでお見せしましたモデル・ビルディング・スタンダード・オーディナンス、こういったものが全部書いてあります。これ、事務局みたいなものになっております。このホワイトハウスが行っています全米建物性能基準連合の事務局のような形になっております。それから先ほど申し上げましたガイドブック。 これもリンクをこにつけてみましたアメリカンシティスクライメットチャレンジですそれから IEA のエネルギーコードワーキンググループ先ほど申し上げましたけれどもそのリンクもここにつけておきました私からはここまでといたしましてスクリーンシェアを止めますそして、えー、西田さんにまたお戻しをして、えー、次はルイーズのプレゼンテーションですねどうぞはい、えー、アダムさんありがとうございました まずご説明で建物性の基準ビルディングパフォーマンススタンダードが何なのかということが分かってきたというふうに思いますアメリカの大都市はアメリカの全土の地図から言うと本当に点にしか見えないんですけれども人口やその影響力という点では非常に大きいものがありますと思いますまたバイデン政権がサポートしているというのも今後の広がりを感じさせるところだというふうに思います えー、まずはあの制度の対,しや対象や算定方法も多様なので、えー、いろいろ参考になる点があると思いましたありがとうございます。その辺は後で議論したいと思います。それではルイーズさん、えー、ヨーロッパについて先行事例も含めましてご,せんご説明をいただけますでしょうかよろしくお願いします。p l e a s e please yours。ご紹介 ありがとうございます。アダムもありがとうございます。とてもいいアップデートを紹介してくれました。この数年間、アメリカとヨーロッパのやり取りをしてきたのですが、最低パフォーマンス、あるいは建物性能基準、 欧米間で連携をしてきましたがお互いの前進を確認することができて嬉しく思いました類似性も高いのですが違うところもありますただ似ているところについて西田優子さんが話してくれたのはまずは都市とか州レベルでスタートしているヨーロッパの場合ですと国レベルでスタートしていて今度はそれが地域的に広がっているそれが欧米で 同じような時間軸で進んでいることを興味深く思います。アダムが行ったように、私も個別の例で、ヨーロッパの各国における最低基準を紹介していきまして、今、交渉中の新たな提案を紹介いたします。このアプローチを拡大をして、既存のストックにも適用し、27全加盟国で行う。 提案を紹介いたしますその本体に入る前に文脈、コンテキストです。なぜヨーロッパでこれが重要であるのか。全世界的に今建っている50%の建物は2050年にも建っている。60%ほどは全く建物のエネルギー性能に関するードがないときにできました。北米 EU において特に重要であることが分かります。ストックの建物は古いものが多いのです。濃いブルー。 棒の下の方が多いのですさらに立っているものの建物について2050年も使い続けているであろうと思われるものが多い赤のダイヤで示していますヨーロッパのストックによりますと推定では2050年に立っている85%の建物は今も立っているのですそのうちのストックの75%は何らかの回収炭素もしくはエネルギーで手をくえなければなりません ここに示しているチャートは、ヨーロッパのエネルギー性能証書枠組みに基づいています。ストック、今あるものに関して、ヨーロッパ全体です。上に、横に割合が書いてありまして、いくつかの国が下に書いてあります。この証書、性能証明書については、建物を評価をし、A から G。 というクラスが付けられます A が一番性能が高いことを意味します。G が一番パフォーマンスが低い建物です。多くの国、下に国が書いてありますが、一番悪いところ EFG。ここがかなりの割合になっていることが示されています。ストックのうちであまりパフォーマンスが良くないものです。もちろんヨーロッパでは気候変動、 に関するターゲットがありまして、55%を2030年までに排出を下げることになっていまして、55%を2030年まで下げるためには、建物セクターがもっと公共しなければならないことが分かっています。60%は2030年までに減らさなければ達成ができません。青で示しているところは直接、建物部分からの排出です。全身はあります。 政策が導入されて、情報を出さなければいけない、補助金について、回収、回送について、一定程度は実行されているものの、だからといって、削減をあと残った時間で達成ができる見通しはありません。破線で書いてあるラインについては、このように減らしていかないと、目標が達成できないというラインです。ここまででがコンテキスト背景でした なぜ最低基準が議論されているのかアダム・ヒンジが紹介をしてくれたように、もっと影響が大きくなる見通しです。もっと規制上強くなるものです。以前は既存の建物に対するビルディングコードがありましたが、それより厳しくなる見通しで2つの可能性があります。全部を対象とするということ、何らかの 改修改装をするその時にはビルディングコードは基準を満たしていなければいけませんがそうではなく建っているものを含めてあるいは改修改装がなかったとしても適用になる可能性がありますつまり全建物がカバーされる可能性があると改修というトリガーもいらないということです全ストック を対象として拘束されている排出削減の目標を達成するために要求される可能性がありますアダムと私もそれぞれの欧米の事例だけではなく世界中を調査していましてデザインは相当違います研究対象としても興味深いのですが似ているところもありましてどこが類似しているかといえばここに書いてある3つの要素が入っていますスタンダード基準として対象の建物がまず 決まりまりして基準と算定の方法ですどのようにして数字で表すのか、またトリガーポイントといいますか、期日と言いましょうか。間違いなくヨーロッパにおいては多くのスタンダードははっきりとここまでに2030まで、2025というコンプライアンスを求める基準がありまして、建物レベルのトリガーポイントもあります。例えば 最終日の5年前の段階では建物が売却した時とか大規模な改装をした時とかあるいはその建物についてテナントが入れ替わった時とかそのようなものがありますライフサイクルでタイムラインが定められています一例としてどのような国で規制が導入されているか最低エネルギー性の基準でヨーロッパでもう既にあるところ をプロットししていましてこので詳ししく話はいたしませんここに書いてある事例すべてを話すことはいたしませんが興味深いのはまずここに書いてあるのは民間の建物ということです他にも多くの基準で例えば低所得者住宅をかばしているものとかソーシャルハジンがあるのですがここではあくまでも通常の民間の建物ですのでもっと難しい建物については についてソーシャルハウジングとは違う状況なのでこれは民間を表にしています。明らかに住宅、例えばオフィス、三次産業、サービス、商業用プラス住宅、住宅が入っていることは欧米の興味深い違いの一つかもしれません。ヨーロッパのかなりのスタンダードは住宅も対象にしています。しかも大,きい大規模な住居住宅だけではなく、戸建てもカバーしています。 興味深い点として、住宅以外にカバーされるものについては野心が強くなっています。例えば、オランダにおいてオフィスについて EPCC です。イングランド、ウェールズにおいては、民間賃貸についてはちょうど EPCB まで厳しくなりました。2030年までに満たさなければいけない。フランス、興味深いのですが、段階的に。 厳格にしていますサービス用住宅以外について、最終エネルギー使用について、2030から2050にかけて減らす量が決まっています。住宅については最もパフォーマンスが悪いところ F と G、先ほどランキングを言いました A から G で一番性能が低いものに対して、とにかく少しでもいいから、 上上ににがっててもらえませせんかかとせめいいいななれないかそれがフランス、イングランド、ウェールズで導入されていまして、ベルギー、フランドと同じアプローチではあるものの、物理的に複数ガラスとか断熱を要求しています、EPC のグレードよりも。もう一つ、この表で言えることは、多くの基準はエネルギーパフォーマンスサーティフィケート、ヨーロッパの証書が使われています。したが でそのサーティフィケートがこのようなデータの背景として重要性を持っています。この証書はヨーロッパであまりにも重要なので、ここで何枚かスライドを紹介いたします。これは建物を評価をし、表示、ラベリングをする道具となっていまして、算定していうで、資産のレーティングです、一時エネルギー使用です。オペレーション上のレーティングではありません。 算定をされた指標を使っています。わかりやすいラベリングとして、a から g。 になりますがエネルギーパフォーマンスバンド、だいたい年間平米あたり、キロワットアワー、全部が全部ではないのですが、違うところもあるのですが、これは全域でハーモナイザーされていないので、国ごとに細かくは単位は違うかもしれません。大きな枠組みとしては調和していても、アセスメントが要求されるのは建物が売却をされる賃貸をするときにトリガーポイントを使って、それをきっかけとしてラベリング、 を確認しなななけければいけない有効なのは10年間です導入されたのは随分前でして適用についても長い期間がかけられていましたがストックの対象を拡大するのにも時間がかかっていまして対象となっているストックの割合は随分違います40%をカバーされているのはアイルランド非常にひどい。 40%カバーしていれば、そのデータを使用して、ストックのモデルを管理することができますし、パフォーマンススタンダードがフォーカスをしなければいけない分野が分かるし、どのように展開をするか見えてきます。一方で、あまりカバーされていない、あまりいいとも言えないような、例えば一番低いと3%しかカバーをしていないという国もあります。 つい先ほど申し上げていたこれらの基準はヨーロッパ全体で調和されているわけではありません。よく使われているのは A と G という言い方を言いました。ただ、国によってはさらに A プラスがあったり B、B プラスがあったり、新規の建物についてより厳しい行動を満たさなければいけない場合もありますし、もしくはもっと低いエッジを使っている国もあります。 これがいくつかの国を取り上げたものです。いかに調和が取れていないかを示しております。申し上げましたように、国によっては A プラスから F まで、もしくは A から H までありまして、直接比較ができないような形になっています。A がある国で、国で A であった場でも他の国とは違うということです。ポルトグラのベストのレーティングというのは25キロワットアワー。 平米あたり1年あたり未満になっていますけれども、一方、エストニアをご覧ください。A はどうなっているか、この数字は120キロワットアワー未満ということです。1年あたりの平米あたりです。同じことに、下の方を見ましても、かなり違いがあることが分かります。パフォーマンスのレンジが国ごとに違います。同じラベルであっても、表示であっても違います。エネルギー性の証明書ですけれども、これは性的なものではなくて、当然ながら時間とともに。 改善が続けられてきました。調整も加えられてきました。欧州の枠組みの中のニーズによってもですし、その国のレベルのニーズにも応える形で変わってきてます。オペレーショナルアセスメントも資産のレーティングに加えて導入されたり、イつかの加盟国においてはカーボンメトリックもエネルギー性能のメトリックに加えたりしております。最新のプロジェクトではいくつかのエネルギー、 性能証明書の将来がどんなようなものになっていくのか、将来のものにどのようにフィットするのかということ、例えばデジタル化とか、建物全体の改修計画に合わせるかなどが含まれております。ある一点だけではなくて、将来の改修なども織り込んでいるというものが新しい展開です。それではもう少し細かく2つの例を申し上げたいと思います。これ、一番成熟したもので、1つは非住宅の例。 オランダですそしてその後は住宅の例イングランドとウェールズで取り上げていきます。このオフィス用のものですけれどもオランダですがすべてのオフィスが EPCC にならなければいけないということになっています2023年までに。その目的というのは明らかにエネルギーおよび炭素排出削減です。でこの基準ではオランダのオフィスの半分以上 行動を取ることが求められていますつまり、EPC がないところに関しては取らなきゃいけないということになります。登録をしなければいけないということです。そして、当然必要であれば、改修工事をやらなければいけないということになります。この EPC がきちっと C 以上でなければいけないということです。で、この実施ですけれども、通常自治体が行います。でアダムと私がさままざな国際 の事例で行ったことによりますとしばしばこの実施当局が自治体じゃない例というのはなかなか見つからないですね都市とか州とか自治体が通常は規制の実施を行いますコンプライアンスですけれどもここでの要求というのはオーナーが証明しなければいけないということになっていますこれオランダの例なんですけれどもオーナー自身が2030年までに 登録しなけれ、ばいけないこことになっています EPC のこれ面白いアプローチでありまして、ということは、この基準を導入することによって、EPC のカバレッジがすべての規制対象の建物に適用されるということになります。 定期的なペナルティのの支払いといととうのもあります罰金とか最終的にこの規制によってはその建物が使ってはならないというような罰則が課される可能性があります。コンプライアンスができなかった場合には、そして一連の実務的な技術的な支援というのも提供されますしまた商業機関 に対して例えば税制優遇措置とかグリーンローン優遇金利などがオランダで提供されることになります。で、この2つの例の一番下にリンクを掲げております。これ、ケーススタディがありまして、この枠組みの詳細な情報が入っておりますので、リンクをご覧ください。オランダの例を申し上げました。これに加えて例外 となっている建物があります歴史的な建物においては、このエネルギー改善というのはなかなか難しいということで、マイナスの影響もある自然破壊になる可能性もありますので、例外規定が設けられています。もしくは違ったアプローチが取られています。また、この建物を EPCC のスタンダードにするためには、10年以内にペイバックがなければいけないとなっています。それでは次 住宅部門ですけれども、これはイングランドとウェールズの例でありまして、民間の賃貸,賃貸住宅であります F と G が E じゃなければ,ななければいけないということになっています、2030年までに。失礼、2020年までに。これ、えー、ヨーロッパで実施をされているレベルなんですけれども、これを導入する上で、これは社会的な目的もありました。気候とかエネルギー需要を減らすということに合わせて。 イギリスにおいては、一番最悪の住宅ストックです。一番古くて、パフォーマンスも一番悪いということです。エネルギーに関してはヨーロッパの中で一番悪いということで、大きな問題、えつまり燃料貧困になっていたということです。これが特に民間の賃貸住宅で大きいという問題になっていますので、規制を導入をしようということになりました。一日そそのの評価は規制が入る前にに行われれまましてそれによりますと大体50%ぐらいの住宅 がこの規制の対象になるわけです F と G の住宅ですけれどもこれは貧困、エネルギー貧困ので苦しんでいる世帯があるということで社会的なドライバーが働きました住宅の対応大体これは全体の20%ぐらいに当たるわけですけれどもそのうち7%がコンプライアンスしていないということでいい、e、未満となっています で全体のストックで見ると1.4%のみです。ですから非常に的を絞った措置でありまして、そんなに大きなインパクトは全体のストックを動かすという意味ではありませんで。この規制の実施は自治体が行います。当局が、自治体がチェックをするということになっています。でここで申し上げたいんですけれども、最も重要な教訓ですが、イギリス、イングランドとウェールズの 基準の例から学べることとしては、このエンフォースメント規制の実施、当初はそんなに効果が上がっておりませんでした、自治体はそれほどその土地を取らなかったわけです、エンフォースメントのための。いくつか理由があります。ままず一つ目当当局局はは地元の当局は非常にに緊縮財政がありましたから予算もカットされてそんなに リソースが余ってなかったので、この作業をすることができなかったということです。この新しい作業というのは、他の作業とリソース取り合いになったわけですから。それから2点目は、そんなにエンパワーメントもありませんでした。必要なアクセスがなかった、データへのアクセスもなかったし、既存の枠組みもエンフォースメントができるような形になかったわけです。つまり、民間の賃貸住宅というのは、イングランド、特にイングランドは、 この民間の住宅,住宅は規制対象外に主になってたわけですから、つまり、えー、ランドロード、家主さんの登録簿というものがなかったと。なのでデータセットがもともとなかったわけで、地元の当局はそれを見て特定をすることができなかったわけです。何が中大住宅かということ。そして EPC データと比較をして、果たしてチェックをしなければいけないかどうか、そういうことができなかった、そのデータがなかったわけで、やはりこういったものを設計する際には、チェックとか、 規制の実施をするときにはリソースがあるかどうかを考えなければいけませんしできれば既存のシステムに統合しなければいけない追加的な事務的な負担が生じないようにしなければいけませんこの資料の最後の方に加えておりますけれどもより良い規制の実施のレジームというのはコロナウイのボルダーでありますこれはあのアダムさんの例から取ったものです 違反があった場合には罰が加えられることになります罰金ですでサポートですけれども提供されたサポートというのはファイナンシャルなサポートがありまして面白いことはこの規制が導入されたときにはファイナンスメカニズムがついてましたつまりこの修復は えー、エネルギー料金を下げることで、安くなることによって、それが払えるということになったわけですけれども、これによって政治的にこの規制を導入することができました、つまりこの規制を導入しても、追加的な家主さんの方は最初に、えー、投資をしなくてもいいと、つまりその投資をしたとしても、このローンでカバーできると、そしてこのローンというのは、えー、テナントの25年間のエネルギー料金が減ることによって払えるということですけれども、これ、失敗しました。 長いストーリーがあるわけですけれども、最終的に3500ポンドというコストの敷地が引かれました。これ、割と低い敷地となっています。投資ということを考えた場合には。こういった例によって、ある提案が出てきています、欧州委員会の方から出てきています。この規制 基準というのをヨーロッパ全域に適応していくこというでこれまだ提案でありますこの欧州建物エネルギー性能指令はまだ交渉中でありまして今年末までもしくは来年までかかるかもしれませんでもこの提案が出されておりまして欧州委員会から出てきている提案ですけれどもこれ何をフォローしたかといいますとイングランドとウェールズのアプローチをフォローしています最悪の パフォーマンスをしている2つのクラス、つまり G と F にフォーカスをして、そこに改善を求めるということです。E まで上げてくれということを求める形になっています、2段階で。まず住宅以外の建物に関しては、G のところは F まで2027年,年までに上げなければいけない。それから今、F のところは E に2030年まで上げなきゃいけないということになっています。住宅もそうです。時期が3年長くなっているだけが違うところです。 これすべての建物が対象になっているということで、かなり大きな展開ということです。全体の建物ストックをカバーします。調和も少し進めています。この EPC のスケールに関して、この調和によると、メンバー国は全体の最悪のストックの15%、これ G になっているわけですけれども、この提案の全体のインパクトを考えてみますと、大体15%から30%の間ということですね。最悪の建物 こういったところを改善をして、少なくともい、e、いまで上げなければいけない、2030年まで、もしくは2033年までに引き上げなければいけないという形になっています。で、これが今提案されているというのは、つまり、すべての民間のストックを規制をしようというのは非常に大きな意味合いを持っています。この設計自身、まだいろいろ議論できますよね。どういうふうに改善できるかという議論もたくさんできると思います。でも今は EPCE まで引き上げると言ってもそんなに高い性能ではないのでこれ2030年33年でこれで十分なのか脱炭素でこれで十分なのかということアダムも言ったように最終的にはそこが最終的な目的でありますからこれで十分なのかという議論は必要でしょう。最後ままとめますけれども アダムもハイライトしましたけれども、このそこにある大事なポイントとしては、建物ストックデータ、そして建物評価、そしてラベリング、表示というものが基準を支える形になります。で住宅を規制をするときには、基準は明確にしなければいけません。なので、表示、A から G までのラベルというのが有用です。それからもう一つ申し上げますと、この規制というのは、特に住宅をカバーする場合には、 拡大された枠組みが必要ですつまり実用的な、えー、経済的な支援と同時に導入されなければいけませんこの基準を導入するドライバーというのが社会的な問題でありましたつまり人々が非常に、えー、暖房が高くつく住宅に住んでいる人たちがいるということでこの規制によって、えー、助けるためには経済的な支援が必要ですで、イギリスの教訓というのはこの規制というのは 執行力がああってここそ有効ででるとということですで最後に申し上げたいのはヨーロッパにおいては特にこの基準エネルギー性能の基準を作っているわけですけれども果たしてこのエネルギー性能基準というのが脱炭素とどのような形に関連するのかということで多くの国々は化石燃料を暖房用には廃止する政策を考えているわけですけれどもこの2つの政策がどのように関連相互作用するかということを考えなければいけません。 これ私の問い合わせ先の番号が書いてありますのでごお使いいただければと思いますそれからさらなる資料も一番最後につけてありますのでご参考までにそれではお戻しいたしますありがとうございましたはいルインさんありがとうございました、えー、エネルギーの、えー、最低基準の義務化という政策があの三つの要素、えー、対象、最低基準、そしてトリガーポイントという構成からできていると 非常にあの各国で、えー、進められている事例も多様だということで、えー、私たちがこれから考考えていいいくくととうににもすすごく参考になると思いますでただ、その上に EU がこういう事例をベースに統一的な制度を導入していくと、とても野心的だなというふうに思ってまして、えー、ぜひぜひ、えー、参考にさせていただきたいというふうに思ってます。 で EPC エネルギー証明書の重要性のちょうど議論していきたいというふうに思います。ありがとうございました。それではえっと QA 議論に入っていきたいというふうに思います。すでにあいくつか質問が上がってますが、まずはちょっと少し確認的な質問を差し上げたいなというふうに思います。まずあの対象の建物というところですけれども。 まずルイーズさんにちょっとお伺いしたいのは、まあ、オランダの例は出ていましたけれども欧州の方では戸建て住宅も含めて、えー、案外あの制度が、えー、広まっている、えー、案外、戸建て住宅に対して、えー、重点があるのでしょうかというところをお伺いしたいというふうに思います。えー、脱炭素化だけととととといいいうううここでではないというところもあの目的ししてあるのでしょうか 確認いたしますとオランダのシステムについてはオフィスを対象としていますがいくつかの事例で住宅にかかるものもありますフランス、イングランド、ウェールズスコットランド住宅にかかるものがあります概ねスタンダードは集合住宅にも戸建てにもかかわりますテラスホームなどにも入ってきます重要な ポイントは社会性の観点から間違いなくフランスはそうなのですがまたイングランドウェールズもそうなのですがなぜそのようになっているのか重要な理由は住宅そこに住んでいる家庭家計の状況を良くするようにと将来の基準にも適合するようにということです従前のアプローチはインセンティブを使ったり情報を使ったり 所有者で能力もあって、意欲もある人に改装してもらうことに依存していたということは、多くの住宅がカバーされません。例えば、賃貸部門が特にそうです。所有者には別にインセンティブがないとい規制でも強制されなければ、買える意欲もない、改装をする意欲がない。なぜかと言いますと、便益を得るのはテナントなわけですから。 暖房が効くようになるるとととかがってここれらは住宅をカバーすす鍵だと思いま階層についてストック全体で公平に負担が発生するように個別の住宅が移行で置いてけぼりにならないようにすること今特に重要なのは価格が高騰していますエネルギー価格が今のような時期でこそヨーロッパで電気代が高くなっている一番打撃を受ける人にフォーカスされることが必要です ありがとうございますあの基本的にヨーロッパにおいてやはり住宅のエネルギー使用が非常に大きいというところも背景になっているのかなというふうに思いますがいかがでしょうかはい、そうです当然ながらどこの気候地帯かそれから建物の状況によっても違いますけれども間違いなくイギリスにおいては。 住宅エネルギー利用は高いわけです。寒いからですね。で、えー、性能が非常に悪い建物が多いからです。エネルギー消費が大きいだけではなくて、十分なエネルギーサービスにアクセスできないということも非常に重要な問題です。明らかなのは、住宅十分暖房できなかった場合、もしくは異常気象で、 冷房もできないということになりますと、通常だったらそんなに気温が高くならない、もしくは暖かいからそんなに暖房必要ないというような家においても、今は冷房、今気候変動で温度が高くなると冷房もしていかなければいけなくなるわけですから。ありがとうございます。それに比べて、アメリカの方はどちらかというと大規模に焦点が当たっていると。 いうふうに言えるんでしょうかそうですいくつか理由があってのことですおそらく米国においては住宅ではないエネルギー使用と排出がヨーロッパに比べて多いのだと思います大規模で活力あるサービス分野があって商業ビルがたくさん ありますもう一つ理由としてなぜ米国ではフォーカスが大規模ビルになっているか少なくとも大きい建物であればエネルギーはもっと使いますしたがって数は少なかったとしてもインパクトは大きい規制対象となれば結末の影響は大きいわけです個別の住宅の場合には数多くの建物を対象にしなければなりません また同じエネルギー節約、排出削減を実現するためには、また政治的な理由もあるかもしれません。米国では規制をかけるのは、マイホーム所有者、有権者ですので、そこにどれだけ厳しくしたいかということ、一方で大規模な地主。 必ずしも住宅ではなく集合住宅ではない建物オーナーの方が通常は戸建てのオーナーよりもリソースがあると思われていることもあると思います。ありがとうございます。えー、っと非常に参考になってもっとこれだけでも議論が続くというふうに思うんですけれども、えー、あの視聴者の方から、えー、いろいろ質問が出てきてますので、えー、少しそれにあの簡単に。<laughs> <laughs> Answer the questions. で最初の質問をピックアップしますとニューヨークとかワシントンということで、まあ、基準が設けられていますけれども現状から排出量を何パーセント削減しないといけないのでしょうかというご質問です。ちょっとその,あの基準の考え方というのが違うかなというふうに思います ニューヨークとワシントン両方においてターゲットが作られたのはただ単に現在のレベルに基づいてだけではなくてこの両方の都市においては GHG の削減ターゲットを持ってましてそれは2005年2007年のベースラインに基づいてということですですからニューヨークですと2024年のリミットが40%削減となっています2007年のベースライン の期間でカバーされている建物に関しては、ですでも今日から40%削減ではないんですね。もうすでに20から25%削減があのベースラインからは行われているからです。これは電力グリッドのクリーン化、それからディストリクトエネルギーシステムによるものですし、またエネルギー省エネ省エネの行動などからもすでにありました。ワシントント dc においては 同じような削減がもう起きております。グリッドをクリーン化したことによること、それからより大きな省エネ削減というのがワシントン DC でも行われてきたからです。基本的に10から15%、ご作品です。えーはい、ああすみません、ちょっと私の声が重なってしまったようなんですけど、10, 10から15%っておっしゃいました。 10から15パーセントこれから削減ありがとうございますありがとうございますあのマクロのまあ都市全体の削減目標があってこれがあのどのくらい削減しなければいけないかというここのおレベルが決まってくるとそういうようなことだというふうに思っていいでしょうか。 少なくとも米国の大都市のほとんどにおいては経済全体での削減目標があってそれは例えば2030年までにマイナス40%マイナス80%を2040または2050年までなどまた別の建物から出るものでニューヨークシティについては 大規模で効率的な公共交通があり、建物については70%を排出している、他の都市ではそこまで公共交通は出していない、車の使用が多い建物については、全排出の40から50%という場合があります。そのような構成、排出を出しているものについては、スタンダードがターゲットとしているのは、基本的にはビル部門。 とそのをを見た上でどれだけ減らすす必要があるかといいう考え方をしていますニューヨーク・ワシントンについては2007か2009に比べてマイナス40%とされているということはここからさらにマイナス15%ぐらいです。ありがとうございます。えー、また EPC に関して、えー、ルイーズさんにお,お話をお伺いしたいんですけれども。 えっと、EPC が10年間有効というのはどういうことでしょうかと、え10年間計画するとラベリングが更新しなければいけないのかというお尋ねが来ています。そうなのです。そのビルがトリガーポイントを経験してラベリングが必要となった場合、え例えば10年前に家を買ったと。 その時点でアセスメントがされて表示がついたそれから12年経過をして手放そうと思った時に新しいラベルを取得しなければなりません言うまでもなくそれについてはこれまでの改善住んでいる間に行って窓をよくしたとか断熱を強くしたとかそういうことが反映されますありがとうございます、えー、次のご質問ではえっと まあ、日本とアメリカの外皮の、えー、対抗性能の評価の違いというのは、ちょっと今日のところは、えー、っとパスさせていただいてですね、逆に、えー、建物の建材の劣化というようなところに関して関心が高いかどうかということをアダムさんにお伺いしたいと思います。はい。それは 検討事項ではあります質問チャットに入ってたもので、えー、塩,塩による劣化にも書かれておりましたその問題はそんなにありませんけれども湿度が高まって特に寒いところにおいてそれがた冷却、えー、凍った時に、えー、その外皮の寿命に影響があ,あるという場合もありますので作業が進んでおります。えー、改修の実施によって その建物の改修をしたときにその施工業者がそのような質の問題を認識をすることによってそういった劣化が起きることをのリスクを減らさなければいけないということになってますけども北米ではこれがリスクになってますまたいろんな建設スタイルというのもありますねアメリカとヨーロッパと日本違いますので、えー、木造っていうのがアメリカは、えー 住宅に多いわけです。一方石で作られた建物っていうのが世界の他の地域ではあるんじゃないかと思います。ありがとうございます。えー、さらに、えー、EPC に関してですけれども、えー、エンフォースメントがすごく重要でしょうということで、まああのせあの施工が非常に大切だということですね。 でその時に、えー、いつ EPC が課されるのかと,、えー、というところがあまずご質問として出ています。ルイズさん。多分質問はいつからストック全体で義務化されるのかトリガーポイント が発生したときには義務化されていますが、ただヨーロッパでそもそも全ストックが EPC でカバーされるの待たなければいけないのか、これらのスタンダードを導入する前にということが考えられています。その時間はないというのが主流の考えだと思います。待っている時間はない。であるからこそ、オランダの話をいたしました。規制は 理由の一つとなって EPC を全ストックに拡大をする議論となっています。明らかに規制を使わなければいけない。全ストックがカバーされるのまてはいけません。一定程度の対象になっているビルはあるので、よく分かっている実証された建物ラベリングの枠組みはあります。みんなが A だと G の意味を分かっていて、各国のデータは十分にあるので、モデルはある。 カバーは十分だけれども、全部までカバーを待つ必要はない。したがって、基準が十分に早く導入をされれば、今導入されて、明日やりなさいということではありません。スタンダードは一定のリードタイムがあります。だいたい4年か、それ以上は有用期間があります。導入をして早くから伝えておく。それによって所有者は十分に時間を持ってビルをアセスメントを受ける。もしくは工事業者、 と議論をしてどのような対策をしなければいけないのかどのような改装しないとスタンダードを満たすことができないかその上でその結果として EPC アセスメントを取るというアプローチですありがとうございます、えー、EPC に関しては相当あの多くの質問が出て、えー、おりまして、えー、基本的な部分ではあるんですけれども案外あの 重点かなというふうに思うのは誰が評価をするのか、どのように評価するのか、費用が誰によって負担されるのかというようなところも質問で出ています。まあ、あの非常に多岐にわたると思いますけれども、簡単にお答えいただければと思います大事な質問です。 どの国家でも登録された EPC アセッサー、評価人、鑑定人がいます。コースを受講した認定を受けた人がいまして、アセッサーとしての登録簿に入っている人がいます。多分このように言ってよいかと思うのですが、EU の各国の国々の実は違います。一部の国ではとっても厳しいトレーニングがあったり、その結果、 きちんとしたアセスメントを得るだけではなく、アドバイスがしっかり与えられる国もあれば、そうではない国もあるかもしれません。アプローチとしては、ただ単に守りなさいとアセスメントしましたよと、結果はこれですだけかもしれない。そうすると、あまり役に立つプロセスとは言えないかもしれません。しかしたくさんのプロジェクトがあって、 トレーニング体制を評価したり、アセッサー自体を評価するプログラムもあります。例えば、ガイダンスの質を評価するプログラムもあります。指針が効果があるのかどうか。研究レベルで、グッドプラクティスとそうではないもの、たくさんの研究があります。また、コストに関する質問、極めて重要です。コストは所有者が負担をします。建物の所有者、売却をするとか、貸すとか。 トリガーポイントの段階で、費用を負担しなければなりません。アセスメントのお金を払う必要があるのです。これ、とても大事です。なぜか、アセスメントによって負担と思われる可能性があります。一部の国で、おそらくほとんど、大半の国においてはコストを下げようという動きがあります。アセスメントの負担は下げたしかし、コストを下げるということは、アセスメントの質も下がる可能性があります。 例えば意見としてホラーストーリーみたいなものもあります。汗っさ、評価に鑑定に、建物にも入らないで結論を出してしまうとか、一個ずつ入らないと、その性能はもう分かっていると、ビクトリア時代のテラスハウスなんていうのは、英国ではたくさんあるので、入りもしないと。ただ、外から見て、外観だけ見て、まあ、見るとしても、一歩入るだけで、標準化されたモデルで決めつけてしまうとか。 聞いたことがありますであるからこそコストも下げていくと結果も悪くなるとここは緊張ポイントです役に立つアセスメント欲しいアドバイスも提供したいエントリーポイントの情報を所有者は必要なのですがしかしそれをきちんと行うためにはコストもかかるということは問題ですこれアメリカでもドライバーとなっていますつまりいろんな形で よより簡単な査定の仕方もあるわけですよねただ単にエネルギー料金を足し合わせて1年間足し合わせてみると特に大きな建物においてはその計算されたモデルの相対的な質がどうであるかということを考えますとアメリカの政策はやはり測定されたエネルギーの排出量とそれから性能となっています。 はいえー、そういう意味でもいろいろなやり方がありかつどういう取り方をとってもいろいろな対策をとっていかなければいけないというようなところがあるのかなというふうに思います。えー、ちょっとまだまだ本当は質問があるんですけれども、えー、少し、えー、視点を変えて、えー、議論をしたいんですけれども、えーま、この制度を入れていくにあたって、まあ、今までもいろいろ話が出ていますけれども 最もチャレンジングな点というのはどういうところなのかというところとやはりその自治体の役割というのがそれとすごく関連しているのかなとも思うんですけれども合わ、えー、せてお話を伺えればというふうに思います。えー、アダムさん、いかがでしょうか。これはやはりチャットに入っている質問。 この基準設定の政治的な反応というところに絡んでくると思いますけれども、まちまちです。声高な環境アドバカシーグループとしては、もっともっとやらなきゃいけない、もっと野心的にやらなきゃいけない、もっと早くやらなきゃいけないというところもありますし、その逆は建設、もしくは不動産のオーナー業界の方ですけれども、これはお金がかかるから、時間もかかるし、変更するには、 時間がかかると、そして自治体というのは、これらのさまざまな意見をバランス取っていかなければいけません。大半の都市で、この性能基準を入れたところにおいては、アメリカにおいては、革新的なリベラルな都市となってますね、そういったところが中心です。より左寄りの都市が多くて、環境を大事にする、社会的な問題を大事にするということでしょう、コストよりもということです。 先ほども申し上げましたけれども、これらの政策は、採択はされましたけれども、まだ今の段階では、執行されていません。と言いますのも、発行の期間というのが、これから数年後ということですから、これからまだいろんなアイデアが出てくるでしょう。果たしてどれぐらい実現可能なのかとか、大きな問題があるかどうかというのは、これから分かってくると思いますけれども、申し上げられるのは、十分な予算をつけると。 地元の自治体が実施のために予算があるということがとても重要です。法案を通過しても、それを実際に実施をするための規制を作って、しっかりとした執行措置を取るためにはリソースがかかりますから、それは継続的な問題です。ニューヨークシティにおいてもそうです。他のところよりは資源があるニューヨークにおいてもです。 やはり自治体が十分なスタッフを持ってなければ実施もできませんし執行措置を取ることができないということですからこれは大きな課題といえるでしょう、まあ、そういう課題を解決していくというためにも、えー、いろいろなあの、まあ、都市がその連携していくとか情報を共有していくとかあるいは、まあ、フェデラルい,いろんな、まあ、政府だけではなく NGO も含めてサポートが必要になってくるというふうに考えていいでしょうかその通りだと思いますであるからこそ先ほど言いました全米コーディション連合が大統領と 副大統領のローンチでスタートしたんだと思います大都市自治体が認識したのはコラボ連携した方が効果が高くなるとこれまではインフォーマルな形で自治体間の連携はあったかもしれませんが連合コーディションが立ち上がったのでそれを公式化しさらに人物金リソースを増やそうという試みだと思いますさらに財政支援もあります事前団体等 が財政支援をしていますし、今のところは政府も財政支援はしていますが、ただバイデン政権はリソースとしてはもっと欲しかったと思っているかもしれませんが、環境、気候活動についてなかなか議会を通らないという悩みはありますがありがとうございます。 はいえー、ルイスさんの方はあはヨーロッパの方ではどうでしょうか、やはり何が一番あのチャレンジングで、えー、その中で自治体はどういうふうにというようなところが、まあ、国の役割がかなり大きいのかもしれません先ほど、アダム。 の話と同じように最初のハードルは政治的に受け入れられるかどうか、そもそもスタンダードが導入されるかどうか、特に住宅がカバーされるときに大論争となります。議論というのは、国家が私物、私人の財産権に立ち入るのはどうであるのかが揉めます。それは高いハードルです。また、議論になっているように、どのようにして、 改装のお金を出すのか、規制が過剰な負担にならないように、お金がない人にどうするのかと、改修改装が必要といっても、国家、またスコットランド、よく私言及するのですが、スコットランドはとてもいい枠組みがあるのです。とても使いやすいアドバイスが提供される。また、財政支援と補助金がいい仕組みで、ほとんどの家計が対象となるんです。補助金のレベルが高いもしかも 無利子の融資とか、あるいは一番低所得の場合ですと100%お金がカバーされる、あるいは補助金プラス融資は地主、もしくは戸建てでマイホーム、所得が高い人であったとしてもサポートがあるのです。そこが難しいところです。それだけ必要なお金、人物金をどう導入するのか、自治体も執行の能力がなければいけません。皆さんに 通知、周知をしなければいけない、また上限とか、あるいはサプライチェーンとかトレーニングも必要なければいけません。サービス提供者も必要、それを可能としなければいけない。また資金の手当、これは大変なことです。一定の資金が必要です。明らかに中央政府、各国政府は重要な役割を果たさなければなりません。特にシグナルの発信でサプライチェーンに対してシグナル発信する。 ヨーロッパの多くの国では今となって認識していますが、そもそもサプライチェーンが十分力がなくて、必要な規模のビルの改装を一っにできないと、2030年までにそんな能力はないと分かっています。そのようなシグナルは中央政府が向けているし、研修もしなければいけない、投資もしなければできない。規制もシグナル発信としてサプライチェーンに訴えるのに大事だと思います。規制が導入とということは 規制は導入されますよとサプライチェーンに発信をする、改装しているいくつかの建物について、具体的にどのような改装が必要であるのかということも大事なのです。典型的な建物タイプを見て、満たさなければいけないスタンダードを見た場合に、ね、は、服装ガラスとか、あるいは断熱とか、 サプライチェーンはそれが分かると、どこで需要があるか、どのぐらいのビルを手当てしなければいけないのか見えてくるので、そうなると必要な投資について需要があるという保証があるので、スケールアップしやすくなると思います。そういう効果がレギュレーションにはあります。一つ、今の発言に追加をすると、サプライチェーンに関して、ビルディングパフォーマンススタンド BPS のメリットについては、長期的な シグナルでどのような回収、改造しなければいけないか知ら調めるのです、使うことができる補助金がありますよというのではなく、将来、このターゲットを満たさなければいけないと、不動産業界としても、いずれはこのような政策によって新たなビジネスが発生するのだと見えてくると、一部の地域でそのような性能基準がある地域においては、サプライチェーンが高度化しているのがあります。 それが効果があって、例えば工事事業者、施工業者が能力を拡大しているので、政策が来ると分かっているからです。お話を伺っていると、やはり規制でどういう基準を入れていくかというところ、まあ、将来に向かってというところと、あと、例えばあの業界とか、その、あの まあ、対応する方がどれだけできるかという可能性がいつもこうニワトリと卵というかあの牽制し合ってるというようなところがあるというふうに思いますけれどもやはりあの将来に向かってスケジュールを示していくということがやはりサプライチェーンとか、えー、いろいろなあの関係者に非常に大きいインパクトを与えていくということがあ言える。 かなというふうに話をお話を伺いましたがアダムさんいかがでしょうそうなんです全くそれ同感ですもちろん不確実性はあります規制に関しても今最終化されてますけれども不確実性はありますオーナーやその他のステックホルダーとしてはいや 大きな投資はまだしませんよと、規制が最終化されるまでしないと言ってますけれども、近々、最終化されていくことになります。で、おっしゃったように、鶏とかの状況ではあります。多分オーナーの中には、いや、これはいろんな規制のうちの一つだから、罰金だけ払えばいいんでしょというところもあります。これだけで変更、投資をするんじゃなくてと。また同時に、こういった規制というのは、今、どういうタイミングかというと、 環境の意識が高まっているタイミングなんですね認識も高まってます大きな企業もしくは大きなビルのオーナーというのはやはりこれもっと環境責任を持たなきゃいけないという意識が高まっている環境ですですから義務化によってこういうような行動が進んでますしまた同時に任意の認識というのもありますもっと野心的にやっていかなければいけない過去とは違うんだという意識が高まってますからそれが相まって より関心が高まってますし、投資も進んでいくんだと思います。ありがとうございます。で、えー、っともう一つちょっと違う視点ですけれども、あの自然エネルギー、あーまあ、再生可能エネルギーですけれども、それの導入に関してもやはり一緒に進んでいくというような動向はあるのでしょうか。ルイーズさんいかがでしょうか。 大事な質問です再生可能エネルギー、電力の場合、こちらについてはヨーロッパの一部の国では急拡大をしていますし、一方で、そこで言うところの再生可能と暖房の再生可能、こちらはスピードはそこまで速くはない、区別はあるものの、ただ一部のヨーロッパの国、とりわけ北欧、 の国々では随分再生可能エネルギーは普及しています特に電力では暖房で普及していますヨーロッパの多くの国では例えばポー,ロンポーランド暖房はまだかなり石炭オランダ英国かなりの国では暖房はガスのところも残ってはいますつまり LPG などを使っている国もありますし原油 例えばアイルランドなどはもちろん原油も使われていますので、それは大事な質問で、いかにして再生可能エネルギー、とりわけ暖房について拡大をすることは大事だと思います。興味深いのはドイツです。ドイツでは、確か2024年からの導入かと思いますが、建物の暖房はリプレースをするときには、 そのシステムはかなりの高い割合で再生でなければならないというルールです。つまり断熱といっても石油システム、ガスシステムではなくてヒートポンプを例えば使うなど変えようとしているわけです。バイオマスも一定程度だと思います。 ただ、バイオマス大規模は暖房にはあまり適さないということは分かってはいるものの、ただ大事な質問ではあります。つまり、エネルギー性能基準はある。アダムの話にあったように、スタンダードがあると効率は良くなるかもしれませんが、一方で、だからといって、 炭素を減らすとか、自然可能エネルギーを増やすとか、そこには必ずしも直結しない。一部のヨーロッパを見ても分かる。またまたスコットランドです。個人的にスコットランドとっても関心がありまして、興味深いレポート、ちょっと宣伝させてもらいますけど、スコットランドの枠組みです。昨年紹介された戦略で、すべての住宅に対して最低基準は導入する。導入した後、ガスポイラーを。 フェーズアウトしていくと、二つの政策を一緒に行って、そのタイミング、順番が大事なのです。ビルの所有者、住宅所有者は、ガイダンスを使って、まずは効率を良くしてくださいと、ボイラーがブレイクダウンした段階では、それを置き換えについては、ヒートポンプとか別の再生可能エネルギーとか、電化してくださいと促しているわけです。つまり、このリサーチのネクス,トステップとして、これらの最低、え 性能基準が化石燃料のフェーズアウトをどう相互採用,相互採用していくか調べたいと思っていますオランダは化石ガス系統をフェーズアウトして興味深い断熱住宅レディーホームということでガスを使わなくて済むとそれ以外のソリューションに変わっていくと自治体が 浮かすから離れさせようとしている、とても興味深い例だと考えます。追加します。多くの先進的な地域州や都市などは複数のポリシーを組み合わせています。建物性能基準だけではありません。 さまざまな異なる種類のものがあります。RPS、再生可能エネルギーのポートフォリオスタンダードとか、かなり急速に大規模な変化を落としているものがあります。自然エネルギーをもっと増やそうと、系統にも自然エネルギーをもっとつなげようと、また建物性能基準だけではなく関心が高まっているのが、化石燃料暖房をフェーズアウトすると、新規建設でまず始めて、その後は 例えば耐用年数が装備で終わった時例えばニューヨークシティ昨年12月の段階で市議会で採択をしたのは新たな化石の暖房は新築建物には使ってはいけない2024年以降は低層構想については2027年以降というルールになっていますので性能基準も含めて 問題の一つの側面をカバーをし、他の政策で他の側面をカバーしているというコンビネーションです。ありがとうございます。まだまだあの興味深い質問がいろいろたくさん入ってきている段階ですけれども、残念ながら少し時間がいっぱいかなというところでございます。これまでのところで既存建築物へも性能基準が義務化できると。 いいうようよな施策のコンセプトをご紹介いただきましたでそれがあの地域とか国に合わせて、えー、多様な制度、えー、デザインとなって出てきていると、まあ、これからあの日本もそういうことを検討していかなきゃいけないというふうに考えた時に、えー、大変あの参考になるお話だったと思います。で特に前提として、えー、性能評価表示制度というものが非常に重要だとあるいはそのレポーティング制度ですね。 その辺のところを私たちは抑えていかなければいけないというふうに思っています。アダムさん、ルイーズさん、本日は本当に深夜、あるいは早朝の時間をして、大変中身の声をお話をいただきました。ありがとうございました。市長さんの皆さんも1時間半ご参加いただきありがとうございました。このウェビナーは、後ほどビデオとして公開する予定でございますので、 またあのいろいろな方々に見ていただけると幸いです。えー、一つお知らせがあります。えー、今日あの財団の千谷研究がドイツ建築物の省エネと自然エネルギーの利用の政策と法制度法整備というレポートを出しております、えー。財団のウェブサイトからご覧いただけますので合わせて参考にしていただきたいと思います。 今後も引き続き、この分野の研究報告等をさせていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。な、ま、ん、あ、と言いましても、今後の日本の制度設計は私たちにかかっているというところだと思いますので、実行ある政策導入に向けて、実りある議論を進めていきたいと思います。それに当たりまして、非常に有意義なお話をいただきました。ありがとうございました。Thank you so much. 皆さんありがとうございましたありがとうございました大変興味深かったです